入ってしまって、先ほどのイニングちょっと球が増えましたんでね、さあ思い切りバットを振っていきました。プロ初打席の初球です。あ、決めてたんじゃないですか、初球は何でも振ろうってバッティングで非常に変われています、この福田信正。いや、素晴らしいスイングしてます。もう一気に振っていきました。ツーナスイングいいじゃないですか。速いし大きいしですね、そして堂上直道とはチーム内のライバルです。さあ背番号55番福田信正、プロ初打席ツーナスイング振っていきました。ファウルです。7月5日に登録されました。この背番号55番といいますと、84年、ホームラン王、そして打点王2冠に輝いた大鵬さん以来と。あ、大鵬さんが9年間つけた背番号です。そうですね。さあその福田信正、3年目、横浜高校出身です。高いバウンドになりますがファールボール。ここは振っていきますね、やはりもうプロ初打席ですから、はい、もう点差考えてもですね、まあ、自分の良さはバッティングで、そしてここに出てくる以上は思い切って振ることですよ、で、こまごまそのどこかを狙って、ヒットしていくような場面ではありませんから、その代わりその大振りをする、無茶振りをするというんじゃなくて、自分の形でちゃんと振ることですね。なるほど。さあ貴重な一軍の経験、見送りました。2番です。多くの同期たちが一軍出場を果たす中で、この福田はたった一人一軍未出場のまま3年目を迎えました。そして今日が一軍初めての打席です。ツーワン追い込まれています。打った、左中間への当たりになる、グーッと思い切りのいいバッティング、福田がプロ初打席初ホームラン、大きな拍手が起きられます。落合監督もご覧の表情、やってくれたなという表情。12対1 9回の表、1点を加えたドラゴンズ、この福田がプロ初打席で初ホームラン。こうやって一つのまず打席、最初の打席で答え出しましたからね。そうですね、いやちょっとこうその前に出ました、西川選手が、でしたっけ、この福田プロ初打席のこのホームランです。乾いた音がこの神宮球場響き渡りました。ガッツポーズ、ちょっと先だったのかな、まだ芯に当たった飛びそうですね。しかしよく持ってきましたね。少し先ですよ、でも芯の一番外側みたいな感じのところで打ってるはずですね、本人はもう打った瞬間に分かってるはずですけど、背番号55番を背負ったこの福田、今大鵬選手が後にホームランでスタートするなんて言ったら、非常にまた楽しみな選手ですね。そうですね、ただキャッチャーとして入団してきたんですけれども、まあ、できれば谷繁、そして小田に続く第3のキャッチャーとしてこう入り込みたいところだったんですけれども、ただ打撃が非常にいい選手ですので、まあ、そういう意味では一軍に出場するそういうチャンスを得るためにはこの打撃、そのためにまあキャッチャーから内野へとコンバートされまして、そして今ファーストですよね。中日の方も谷繁選手がねもうそう若くはないんで、いろんな部分でキャッチャーいるとは思うんですが、まずは自分のバッティングをね生かすのが非常に大事だと思います。そうですね、さあこの福田という